久しぶりだな。話がある。おお、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表いてろ。お前らみたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。退屈させんなよ。お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるさい。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。おい、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。奴ら射程じゃねえ。
兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若い奴からの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。登場会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか、ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はなき、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在なんだけど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。ああ。お前の言う通り、今の登場会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。信じてんだ。何をだ。風間の親父さんや島の、そしてお前の親父さんがいた頃の強い登場会を、もう一度あの頃の登場会に戻るのはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。一年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろ。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しよう。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔から力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。
登場界の運命は全てこいつにかかってる。